ロベルト一世は、アンジュ家のナポリオー。カルロ二世の三男。母は、ハンガリー王イシュトバーン五世の娘マーリア。ロベルト賢明王と呼ばれる。教皇党のリーダーとみなされていた。1309年、父王カルロ二世の死によって即位した。この時創生した兄カルロマルテロの息子、カルロロベルトも有力な王位継承権者であったが、カルロロベルトは、 ハンガリー王となるのに忙しく、ナポリオーイには興味を示さなかったため、ロベルトが、ロベルト一世として、ナポリオ王位を継承した。なお、ジャック・ドゥーズは、ロベルト一世の秘書を務めていた時期がある。赤屋公国の支配権は、ロベルトの自定、ターラント公フィリッポ一世が保有していたが、1313 13年、以降は、イザベル・ドビル・アルドゥアンの、 娘マオードエノオが夫ルイド・ブルゴーニュと共に獲得していた。ロベルトは、ルイが1316年に死去したことを後期として、翌1317年、マオをイタリアに連行し、自分の別の弟グラビーナ・ハク・ジョバンニとの再婚を要求した。しかしマオはこれに応じず、しかも貴族、ユーグド・ラ・パリスと密かに結婚していた。ロベルトはこれに激怒し、マオから、 赤い夜行くらいを剥奪して投獄すると、自ら赤い夜行を剣くらいした。当時、神聖ローマ皇帝のハインリヒナナセイが、イタリア政策によって、イタリア半島に遠征していたが、ロベルトは、この対応に暴殺されたため、1322年、遊具を大逆罪で処刑して、皇庫の憂いを断ち、その後序盤儀に赤い夜行くらいを譲った。政治家でもあったフィレンツェ出身の文人、 ダンテ・アリゲエリは、グエルフィの指導者と目されていた、ロベルト一世について、口先だけの王様と断じている。1297年に、アラゴン王ペドロ三世の娘ヨランダと結婚し、二男を設けた。1304年に、マヨルカ王・ジャウメ二世の娘で、ヨランダの十枚にあたる、三茶と再婚したが、子供は生まれなかった。ありがとうございます。